皆さんこんにちは、ラーメン YouTuber のカイトです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今回ですけども、東京都渋谷区の渋谷駅から徒歩2分くらいのところにあるエビクラさんに行ってきました。エビクラさんはお店の名前の通り、エビをふんだんに使ったラーメンやつけ麺を堪能できるエビラーメン専門店です。またこのチャンネルでは全国のラーメンを皆様に紹介しているので、ラーメン好きの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速行ってみよう。こちらがエビクラさんのメニューです。基本のエビラーメンをはじめとし、エビ塩ラーメン、エビ味噌ラーメン、エビつけ麺、エビ混ぜそば、二郎系ラーメンのエビガッツなどがあります。今回私カイトはエビ味噌ラーメンの中でもより濃厚な濃厚エビ味噌ラーメンとトッピングで確認もお願いしました。店員さんからクーポンをいただいたのですが、3回行くとエビ塩ラーメンが1杯無料のクーポンと、トッピング類が無料になる、どちらも実用性のあるかなり嬉しいクーポンなことを確認して、卓上の調味料も確認すると、一味唐辛子、エビ油、ブラックペッパー、二郎系ラーメン用の返しお酢が置いてありました。やってきました。こちらが濃厚エビ味噌ラーメンです。着丼した瞬間からエビのいい香りが広がってきて、これは期待値高いぞということで、具材を細かく見ていくと、たっぷり入った桜エビに巻物のチャーシュー、メンマ、ネギ、もやし、粉末のエビ、トッピングした角煮も入っています。最近は急に暑くなってきたので、今回から半袖を着ているんだよなということで、いただきます。まずはスープから。スープは濃厚エビ味噌ラーメンという名に恥じない、レンゲを入れた瞬間にドロッとした粘度を感じる濃厚スープで、一口食らってみるとエビの濃厚な甘みと味噌の甘みが口の中にグッと襲ってくる絶品スープ。またスープには背脂らしきものが入っていて、背脂がより一層こってり感を与えてくれており、濃い味好き、こってり好きの私カイトにはたまらない美味しいスープでした。そんなスープを堪能したところで麺を食らっていく。麺は若干の縮れが入ったやや太めの麺で、硬さは標準より気持ち固めくらいかなといった印象の絶妙な硬さに茹でられた麺に仕上げられており、濃厚な味噌スープとの相性も抜群。今までお店の前を通ったことは何度かあったのに、なぜもっと早く入店しなかったのかと自分自身を問いただしたくなる、私カイトのドツボにはまる美味しい麺で、ちなみに麺は今回太麺でお願いしましたが、細麺も選択可能なようなので、次回は細麺も注文してみたいと思える美味しい麺でした。箸休めにぴったりな、いい意味で安定感のある、基本に忠実な味付けのメンマを堪能したところで、シャキシャキ食感が残った歯ごたえのいいゆでもやしと麺を一緒に食らっていき、大変長らくお待たせしましたチャーシューの登場です。丸い形をしたチャーシューが元々のラーメンに入っているチャーシューで、長細い方がトッピングした角煮です。丸い形をしたチャーシューは適度な味付けの濃さと脂身の量、噛み応えで、これは角煮も期待できるぞということで、角煮も細かく見ていくと、まず目に入るのはかなり分厚くカットされている点が嬉しいポイントで、映像でも伝わるかと思いますが、甘めの醤油だれがしっかり染み込んでおり、この角煮が200円は味はもちろんのこと、コスパも抜群。皆様もエビクラさんに行かれたら、角煮も忘れずに注文していただきたいと強くおすすめできる、味、ボリュームともに大満足の角煮でした。海苔で麺を包んで食らっていったりしたところで、後半になり卓上に置いてある調味料の中からエビ油を選択し、どんな味なのか確かめるためにエビ油を単体で飲んでみると、想像よりもかなりしっかりエビの味がする油は、エビ風味油というよりザ・エビ油と呼びたくなるような濃厚な油で、ラーメンにしっかりかき混ぜて食べるとより一層エビの風味が強くなり、濃い味好きの方には後半味変におすすめしたいナイスな調味料でした。エビ味噌ラーメンを食べたことのある回数はそこまで多いわけではないのですが、今まで食べたことのあるエビ味噌ラーメンの中で一番満足度の高いエビ味噌ラーメンで、麺や具材、スープを最後までしっかり堪能して、本日も大変美味しくいただきました。いかがでしたでしょうか。エビクラさん、本日のまとめになりますが、スープはエビの甘みと味噌の甘みが同時に襲ってくる濃厚エビ味噌スープで、そこに背脂が加わってさらに濃厚さが増し、濃い味好き、こってり好きの私カイトにはたまらない濃厚な美味しいスープでした。麺は太麺と細麺から選択することができ、今回太麺でお願いしましたが、ちょうどいいくらいの硬さに仕上げられており、濃厚エビ味噌スープとの相性も抜群で、ちなみに細麺を選択すると替え玉一玉が無料という素晴らしいサービスもあるようなので、次回は
細麺も注文してみたいと思える美味しい麺でした。チャーシューはもともと入っている丸っこいチャーシューに今回は角煮もトッピングして、どちらも美味しかったのですが、個人的には角煮が特におすすめで、味はもちろんのことボリューム感も申し分なく200円でトッピングできるので、皆様もぜひ角煮をトッピングしてみてください。結論としては、今まで食べたことのあるエビ味噌ラーメンの中で一番好みだった美味しいエビ味噌ラーメンで、立地も渋谷のど真ん中とかなり好立地なので、エビ好きの方には特におすすめしたい美味しいラーメンでした。今回は渋谷の中でも海老倉さんの近くの街並みを中心に撮影してきたので、興味がある方はぜひ見てみてください。最後に、このチャンネルでは全国のラーメンを皆様に紹介しています。大きな目標として、チャンネル登録者数1000人を達成して、北海道に味噌ラーメンを食べに行くことを目標に頑張っています。今現在の目の前の目標として、チャンネル登録者数800人を目指して頑張っていて、1000人まで少し希望が見えてきたところなので、ラーメン好きの方はぜひ登録をよろしくお願いします。またコメントをいただけましたら、基本的には全て返信をさせていただいてますので、コメントや高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。